同棲中の彼女が出て行って1時間だが着去されてるらしい。普通に家で一緒に過ごしてたら0時過ぎに家のチャイムが鳴った。さすがに非常識な時間だなと思ったけど、電気ついて足し起きてると思ったのかなと。玄関開けたら若い女。女、すみません、お待たせしました。あれ、あの、どちら様ですか。女、え、こちら山田さんのお宅じゃないですか。俺、違いますけど。彼女、誰その人。女、あ、すみません。失礼しました。女は帰ったが、そこから、なぜか、俺が責められて浮気疑惑をかけられた。どう考えても、家を間違えただけだろって言っても、私がいたから逃げただけだろと言って話にならん。俺の携帯をずっと調べてたけど、当然やましいことはないから何も見つからず。もう実家に帰ると言って、タクシーで出て行かれました。さすがに理不尽すぎないかともやもやするが、いくらタクシーで帰ると言っても若い女なので。無事だけは確認しておこうと、眠そうにしている愛犬を付き合わせて、散歩がてら彼女の実家へ行ったんだ。徒歩30分くらいだからね。訪問するには非常識な時間だったんで、安否確認だけして帰ろうと思ってたんだけど、彼女の部屋に電気がついてなかった。弟の部屋は電気がついてたんで弟に連絡して、外に出てきてもらい状況を説明すると、弟から彼女は帰ってきてないと言われたんだよ。俺は、事故とか事件に巻き込まれたんじゃないかと思って、彼女に電話するが、未だに拒否されている。弟の電話から連絡すると繋がった。スピーカーモードで弟が話しているから、俺にも聞こえて。とりあえず無事を確認できたから、よかったなと思ったんだが、電話の向こうから、男の話し声が聞こえたんだ。俺も弟も目を見合わせて。となったよ。どこにいるんだ、関係ないで、そのやりとりを繰り返し、弟が暴走。弟は、電話を切って寝ている、両親を叩き起こし状況説明。彼女の父が電話して、早く帰ってこいと、怒鳴っていた。俺と愛犬は、ぽつんと置いてけぼり。彼女の母から家に通されて、お茶をご馳走になる。ここまで大事になると思ってなかったからずっと。困惑してたが、ようやく一息。多分4時前だったと思うけど、彼女の家前に車が止まったんだ。彼女がタクシーで帰ってきたと思って、俺たちは外に出たんだが、運転席の男とキスをしている場面を目撃した。全く理解が追いつかなかったんだが、彼女と目が合って気まずい雰囲気。男は、帰らせてどういうことなのか説明を求めていると、誤解だ、捨てないで、反省してると、全く会話にならず。捨てないでも、何も、いきなり爆発して、着信拒否の上で、出て行ったのはお前だろうにね。拉致が開かないので、弟が、彼女の携帯を強奪して、ロック解除をさせて確認したところ、相手の男は元彼。1ヶ月前くらいから、やりとりが活発になる。言うても同棲していたから、夜はずっと一緒だったんだが、昼とかで密会を続けてたらしい。当然、同棲解消、